プリンチェサです。今回はこちら、名探偵コナンの食玩、チョコエッグパーティータイムアクリルスタンド、そしてアポトキシンのグミ、4869のグミと、あと100均でゲットしたブックマークコレクションプチスタンドディスプレイ、そしてスタンプですね。こちらを一緒に見ていきたいと思います。はい、なんだか面白いものをたくさん見つけました。そして前回とやっていたアクリルスタンド、やっぱりね、もうちょっと欲しいということでちょこちょこ買い追加していきました。さあ、どんなキャラクターに出会えるでしょうか。ではまずはどこから行こうかな、手前から行こうかな。はい、アポトキシンのグミになります。あの小さくなる薬とともに、あ、みたいなグミとともにメタリックシールが1枚入っています。全22種のこのメタリックシールがちょっと気になったんですよね。ラインナップも、あ、結構いい感じ。少年探偵団のメンバーもいます。じゃあ早速開封、チョキチョキ、これを切りました。誰だ、アクナン君が見える。どういうこと。あ、しんいちくんでした。あ、遊園地に行った工藤しんいち。はい、シャーロック・ホームズに憧れる高校生探偵、ランといった遊園地で黒ずくめの男たちによって毒薬アポドキシン4869を飲まされて以来消息を絶っている。はい、まあ、うん、まあまあまあ。そういう感じね。なるほど。このお話に由来したのが結構あるかもみたいな。ちょっとグミも見てみよう。あ、一個一個が程よい大きさ。文字も書かれてる。面白い。これは何味？魅惑のゴールデンアップル味グミ。ちょっと一個いただきます。あ、ちゃんとリンゴ濃縮果汁が入ってるからか。すごい、リアルなリンゴ味というか、あの、香料臭くない感じで、とっても美味しいです。香料も一応入ってるんですけど、リンゴの味しっかりします。とっても美味しい。はい、シールの中身こんな感じでちょっとだけね見えるようになってる。アイちゃん解凍キット欲しいな。さあ、もう一個開けてみよう。誰が来るかな。あ、ランちゃんだ。これはなんかいいね、セットで。おー、嬉しい。モーリーラン、新一の幼馴染、空手部の女主将で関東大会でもナンバーワンの実力を誇る文武両道の女子高生。新一のことがずっと好きで突然いなくなってしまった彼の帰りを待っている。はい、ランちゃん。お、いいですね。こちらのアクリルスタンドでも新一くんとランちゃんゲットしてましたけど、シールでもセットで出てきてくれると本当テンション上がる。じゃあそのパーティータイムアクリルスタンドいっちゃおうか。二つです。今まで出てきてないキャラクターが来てくれたらすごく嬉しいけれども、どうかなー。いやー、ね、平次とか欲しいけど、どうかなー。この色は？キットかー！キットはね、いるんだな。さっき見せた。はい。もう一つ見てみよう。さあ、どうでしょう。まあね、被ることもあるよね、開けてればね。続いては、あ、コナンくんだな、やったー、江戸川コナン来た。これはね、持ってないです。おー。やったね、組み合わせとしては、すごい最高の組み合わせで出てきたじゃない。コナンくんと怪盗キット。裏側の、あのフィルムは、結構もう勝手に外れるというかあっという間なんですけれども、表はちょっと端っこから一回って取ってあげてください。取れるかな？外れる前と後、結構ね、違います。はい。台座の方のも外してあげます。はめれば完成。コナンくん、嬉しい！かわいいですね。これはいい。やっぱこのシリーズ出来いいですね。やったね。はい、一緒に板ガムが1枚入っていました。
じゃあ続いてはブックマークコレクション見ていきましょう。ピコリーズ、かわいい。ボリューム2ですね。多分一度見たことないままにだったかも。さあ、二つ一気に開けちゃった。片方ずつ見ていきます。誰？あー、来た、ソーシー。面白い。この鍵のところがこう抜けてるのいいですね。面白い。こうやってはめれるの。好きな文章とか、あれ。ね、なんかイラストのところにこうはめれるのはいいと思う。もう一つは？これが欲しいなと思ってるんだけど。どうだ？あー、カズハちゃんでした。遠山カズハ。今回はこちらの二人でしたが、全30種で、シークレットが2種類もあるそうです。ぜひぜひ探してみてください。今回はね、セリアでゲットしました。いやー、面白い。かわいい。はい、ラインナップちょっと後ろに載ってましたけど、ノーマル1っていうのが多分このタイプで18種類あって、ノーマル2っていうのが10種類で、シークレットが2種類だそうです。シークレットはスペシャル箱押し仕様だそうなので、箱押ししてるの出たら、あれですね。シークレットだーってことなので、ぜひぜひ、目安に、はい、探してみてください。はい、そして、こちら、プチスタンドディスプレイも立てかけると、さっきのアクスタみたいな感じになるタイプだと思います。まあね、100均で売ってるものにしては、すごくアイディア溢れて面白いんじゃないかなと思ってゲットしました。誰？あー、工藤優作。なるほどね、なるほど、なるほど。こうなってるのか。え、名前も入ってて意外と思った以上にいいかも。このまま並べててももちろんいいんだけどね。あ、プチプチっとこう、外していくんですね。で、これが要は薄いからカーブするから、こうカーブさせて、ここに立てかけるっていうことか。お、かっこいい。あ、下の部分にも切れ込みが入ってますね。なので、ちょっと片方だけ、まず先に置いて、差し込んじゃって、これが組み合わさるかどうかが、あれだね。あ、パチッと。下の部分も止まってるかも。こっちは大丈夫か。え、どっち？逆か。こうか。おお、はまれば大丈夫だけど、はめるまでは、あれかも。まあ、でもこう、角度を調整して、こうなる感じかな。うんうん。あ、面白い、面白い、面白い。こうですね。はい、こうなります。面白いと思う。すごい、名前がね、こう、台座の部分になってるのはすごくいいです。結構高さもあるし、存在感あっていいな。解凍キット欲しいな。え、あとコナンくんのこのポージングも気になる。この、ね、スケボーしてるの欲しいな。誰だ？解凍キットだ！やったー！もう一つはなんだ？先に開けちゃおう。アムロトール横バージョンもあるんだ！へえ、かっこいいじゃん。まあ、傷したのならとっとと出ていてくれませんかね。僕の日本からというやつが来ました。なるほど。ラインナップを見てみると、こんな感じのセリフ入りのものと、さっきのキットや優作さんみたいな、ね、人だけのバージョンがあるって感じみたいですね。大鹿もみじやユーリムガも入ってます。結構、え、これ新しいのかな？もう見つけてすぐ手に取ってきちゃったんだけど。あ、京極さんとかもいて。あ、これはいい。面白い。少年探偵団がまとまってるのもちょっとポイント高い。レアかも。はい。こちらもね、チェックしてみてください。面白い。は
い、ということで並べてみるとこんな感じになります。組み立ててみました。それぞれいいですね。横長も意外となんか存在感あって文字ね、しっかり読める感じだしいいかも。はい、面白いシリーズたくさんありますね。はい、続いてはスタンプコレクション開けていきましょう。コナン君が欲しくて頑張ってます。あ、髪切った感じがする。髪が、はい、誰だ。あー、赤い周一でした。周一さん、コナン君来い。どうかな、紫違くない、誰だ。あ、愛ちゃんだ、これは嬉しい。ラスト、今日はね、ほんと3つしかなかったんで、選択肢が。緑、あー、ジーンでしたー。じゃあ、押してみよう。この、イラストの方を前にして押してあげればいい感じ。あ、結構ギュッと目に押して大丈夫です。真ん中あたりに力を入れた方がジンは綺麗に映ります。続いて、アイちゃん。あ、アイちゃん、あ、難しいかも。え、難しいかも。なんだろう。目の部分あたりが難しい。え、ジンの方がはるかに楽だった。軽く。めっちゃ押してるけど。なんか画面通すとちょっと灰色っぽく見えてますけれども、リアルな色は紫です。ちゃんと出てるかな。はい。赤。赤い周一さん。あ、こっちもね、軽くでいい感じだな。ちょっと馴染むまでに時間がかかりそうな感じ。まあでもでもこんな感じか。はい、ということで、意外や意外、ジンが一番押しやすいっていうね、そんな感じでしたが、どれも細かいところまで作り込まれていていいんじゃないかなと思います。はい、ではラストは、チョコエッグ、お待たせしました。こちら開封していきたいと思います。来てないのは、コナンくん1と犯人です。はい、コナンくん犯人探しです。これですね、このコナンくんと犯人が来てないです。さあ、どうかな。いや、もう重さとかも全然わからないし。いや、コナンくんは難しいよ。さあ、どうだ?ランちゃん!ランちゃん。かわいいですね。はい、かわいいですね。表情はっきりめで、とってもいいと思います。じゃあ、上の段、まず開けちゃおう。二個目。お、軽い、めちゃくちゃ軽い。これ犯人来るか?どうだ?あ、コナンくんの一番の方が来ました。やったね。コナンくん全身だから重いかなと思ってたんですけれども、足の部分細いので、で、ね、短パンなので、ほぼほぼ、下の重さはない。そして上も上半身のキャラクターに比べて、コンパクトなので、とっても軽いです。これは、犯人やこのコナンくん狙いの人は軽いのを選ぶべしってことですね。いやー、来てくれてよかった。髪型とかもいい感じで、このね、チョコエッグのコナンくんはすごく出来がいいです。はい、蝶ネクタイもしっかりしてる。いや、これは、でかい、嬉しい。残りがまさしく犯人探しになってしまったんだけど。どうしよう。犯人出るまで頑張れるかな。こんなことになるとは。あ、これも軽いよ。来た?あ、ランちゃんだ。めちゃくちゃ来る。意外。あ、ランちゃんだからね。手に取る人が増えてくれるのはありがたいというか嬉しいのでいいんですけど、予想以上に私のところに来てるかも。さあ誰だ、これはね全然わからない。
どれ ?5 番、どれ?あー、かずはちゃん。かずはちゃんも上半身なんだもんね。はい、遠山かずは。かずはちゃんの制服も可愛いですよね。すごくいいと思います。セラ服。セラ服?はい、続いては、あ、今日7個だもんな。下の段に行きます。犯人来るかな、こう。それ以外にもちょっと見たいのはシークレットね。シークレットは1個しか多分出てきてないよね。あ!こんなこともあるのか、コナンくん2個目。このコナンくんね、今まで全然出なかったのに2個も出てくるってびっくりすぎるんだけど。はい。じゃあ残り3つも開けていきましょう。この中にいるかな、犯人。熱くなってきて開けづらいときは縦に割ってみてください。多分ね、綺麗にすぐ割れる。誰か。イオリムガー。あ、これもね、結構レアなの。嬉しい。はい。コンプリートしたい人には結構これも難関。なキャラクターの一つだと思います。はい、私も手持ち1個か2個しかなかったやつですね。イオリムガーが来ました。はい、さあ本格的にヤバくなってきた。犯人、犯人犯人探しだ。あ、ぎっしりだ。絶対犯人じゃない。誰これ。キットかな?ん?11番。あー!はい、さっきも来ましたね。工藤優作でーす。いいと思う。今回はね、ここはゲットしておかないとって感じですよね。はい、ラスト。さあ、ちょっと軽い気がする。気だけだけど。さあ、どうかな。軽いけどなんかね、ぎっしり系。誰だ?剣道。あ、違うな。あ、工藤優作でした。はい。ちなみに、シークレットは、キッドとコナンくんなんです。これもいいですよね。はい。ぜひぜひ探してみてください。はい。というわけで、今回は、名探偵コナンの食玩と100均商品。雑貨を紹介しました。いかがだったでしょうか?では、次回もお楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。以上、ドリームチェイサーでした。また見てね。バイバーイ!